西成鉄道3国鉄170系蒸気機関車は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は1903年に西成鉄道が汽車製造から購入したもので、1906年に鉄道国有法による買収により国有鉄道席を得たものである。 車軸配置2から4から0で2気筒端式の飽和式タンク機関車で2両が製造され、3、1と称した。当時、汽車製造は車軸配置2から4から2の A10 型を量産していたが、このような2から4から0系機関車が例外的に製造されている。これは1900年に徳島鉄道の5号を製造した直後に倒産した。 鉄道車両製造所の仕掛かり品2両分を譲り受けて完成させたものと推定されている。事実、車輪、シリンダ、軸挙といった主要寸法は同一である。本機は1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定により170型に改版された。鉄道院では1916年まで在籍し、廃車後は170が、 秋田鉄道に譲渡されて4.2に改版。171が白鳳鉄道に譲渡され2と改版された。1934年6月に秋田鉄道は国有化され4.2は国有鉄道席に服したがどういうわけか原番号には戻らず新形式の115型とされたが1937年4月には 梅鉢鉄工所に譲渡され、1950年代まで使用された。一方の白鳳鉄道にも、1938年10月に白鳳鉄道が国有化されたのに伴い、国有鉄道に服し、こちらは原番号の171に戻された。これも1942年6月に南越鉄道に譲渡され、同社の3となったが、1949年頃に、 廃車された。梅鉢鉄工所帝国車両工業、地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在。ありがとうございます。